それでは、文献紹介を始めたいと思います。今日紹介する論文は、Efficient Non-Parametric Estimation of Multiple Embedded Powers in Vector Space というものになっております。EMNLP2014 で発表された論文です。まあ、キーワード以下のようになっています。まずちょっと概要について説明します。この論文では、教師なしの語義曖昧性の解消にほぼ近いことをやっていますと。で、スキップグラムの、いわゆるワードツーベックのスキップグラムのモデルの拡張をして、1回の計算で、複数の意味の意味ベクトルを取得してあげようというものになっています。で、短い計算時間で精度の高い意味ベクトルを、取得可能できたということを、結論で述べています。まず導入です。通常のスキップグラム、ワードツーベックなんですけど、同じ書き方で意味の違う単語をそのまま学習してしまうという問題があります。例えば、英語で言えばプラントというものは、プラントという単語の意味に対しては、設備という意味とか植物という、意味のその全く違う意味のものが、一つの単語で書かれてしまいますが、それをそのままワードツーベックなどで学習させてしまうと、その、プラントという植物の近くに出てくるであろうその ポーレン、花粉という単語と、その設備という単語の近くに出てくるであろう生成所というものが、互いに引っ張られてしまい、意味的に近くなってしまうという問題があります。そこで彼らは、このスキップグラムのモデルを改良して意味的なコンテキストを考えることで語義ごとのベクトルを計算するモデルを、作成してあげようということを、言っています。はい。で、スキップグラムに関してなんですけど、よくある図で、単語のワンホットベクターから、ワードベクターがこう出てきて、でそこから、入力された単語からその周辺コンテキスト、この場合であればこの、RT イコール2というウィンドウサイズが RT イコール2になっているので、この単語の前後2単語というものを、予測してあげているようなモデルになっていますと。で、これ式に表すとこういうふうになっていて、こっちが目的関数で、上の方はそのプロバビリティ、ネガティブサンプリングをしているので、D イコール1っていうのは、このコンテキストが、この単語が入ってきたときに、このコンテキストが入ってきたと、ん？この単語が入ってきたときに、このコンテキストである可能性、プロバビリティが、この式で表されるというものになっていますと。で、それがネガティブサンプリングなので、ここにも同じような式が入っていて、で、これが目的関数になるというものが、スキップグラムになっています。で、彼らは、このスキップグラムモデルを改良してマルチセンススキップグラムというものを考案しています。でこれは、スキップグラムで生成したベクトルモデルから、コンテキストベクトルから平均コンテキストを計算してあげ、で最も似た意味を持つコンテキストのクラスターを抽出し、最終的にクラスター内の、選んだそのコンテキストベクトルから周辺コンテキストを計算してあげるというものになっています。ちょっと文字で言うといまいちちょっとわからないと思うんで、実際に図に表すとこうなるんですけど、フィギュア1はさっきのスキップグラムのモデルで、で彼らはそこに、このようなモデルをつなげることによって、その意味的なものを、一つのモデルで計算してあげようというような手法を考案しています。で、ここでコンテキストベクターが、ここに出てくるんですけど、コンテキストベクター、周辺単語が当然予測されるので、その予測された周辺単語をまず全て平均してあげます。で平均すると、これは彼らは、平均コンテキストベクターみたいな呼び方をしているんですけど、そのベクトルから、これをまずクラスタリングしてあげます。そうすると、この周辺単語を足し合わせたこのベクトルっていうのは、その文の意味を表す、コンテキストのベクトルになっている可能性は、非常に高いので、それをクラスタリングしてあげることによって、意味的な塊を持つ、クラスターを作ってあげますと。で、クラスターを作ってあげて、
で、この V コンテキストが、まあ、どこのクラスタに所属するかというものを、まあ、シミラリティで計算してあげて、で、まあ、そこから先はもうさっきのスキップグラムと同じで、そのコンテキストベクトルから、あ、違いますね、ワードセンスベクトルから最終的にコンテキストベクトル、その意味のコンテキストベクトルを出力してあげるというようなモデルになっています。はい、ちょっと同じ図が、はい、あ、という モデルになっています。はい、もうこれだけです。で、まあ、彼らは、このマルチセンススキップグラムの他に、ノンパラメトリックマルチ、センススキップグラムというモデルを、提案しています。先ほどのモデルでは、ここのコンテキストクラスタセンターっていう、まあ、意味の数を、まあ、事前に指定しているんですね。この場合は k イコール3と書いてあるのでクラスタ数は3で、計算しているのですけど、まあ、単語によって、語義の定義が1つであったり、まあ、もっと多かったり4つとか5つとかっていう可能性も当然あるので、まあ、その数を事前に決めないで、まあ、自動で決めるという方法を組み込んだものがこのノンパラメトリック MSSG になっています。平均コンテキストと、新しいコンテキストの類似度が式1以下の場合に新しい意味コンテキストを追加するというようなものになっていて、まあ、ここで入ってきて計算したこの意味の平均コンテキストベクトルが、どのクラスターのシミラリティよりもこう全然違うようなものが入ってきたら、まあ、この K プラス1っていうことで意味を一つ追加してあげる。そうでなければ K マックスということでその一番、類似度が高いものを選んであげて、でその、コンテキストを使ってその単語のベクトルを生成してあげるというようなモデルになっていますと。で、まあ、このモデルを使って実験を行いました。まず一つ目の実験が、まあ、単純に学習させて、まあ、どうなるかというものを見るというもので、April 2010 Snapshot of Wikipedia Corpus、Wikipedia の2010年のコーパスを学習させました。これは200万記事と約10億トークン含まれております。で、まあ、結果がこのようになっています。まず、こっちのテーブル表が、まあ、計算時間になっています。で、まあ、一番上のが、先行研究のモデルになっていて168時間かかっているんですけど、この MSSG であったりノンパラメトリック MSSG においては計算時間が、まあ、50ディメンションだったら1時間、300ディメンションだったら6時間みたいな形で、まあ、非常に短縮されていることがわかります。一番下は通常のスキップグラムモデルですね。で、まあ、実際にどういう単語が、ちゃんとその分かれて学習できているかっていうものが、まあ、一例ですけどここに載っていますと。まあ、スキップグラムであれば、まあ、アップルっていうのを入力するとブラックベリー、これはもう単純に、果物の意味、まあ、しかしながらそのマッキントッシュっていう、そのアップルっていうのが、まあ、会社名であるのか食べ物であるのかっていうのを区別していないので、まあ、結局そのアップルっていうのを入力した時にこれとこれとこれとこれが、まあ、全て区別できていないっていうような形になってしまっているんですけど、まあ、これが MSSG になると、まあ、一番上はその食べ物のアップルに引っ張られた、ピアとかハニーとかパンプキンとかで、一方で違う意味の行を見るとちょっとこれよくマイクロソフトとかなんですけど、まあ、下の方見ると、マッキントッシュとか PC とか IBM とか、まあ、その Apple っていう社名に対して引っ張られたようなものが出てきます。で、まあ、ノンパラメトリックの場合は、クラスタ数を事前に指定していないので、まあ、それがちゃんと2つのクラスタに分かれて、まあ、このアプリコットブラックベリーっていうグループとマイクロソフト IBM、ワードパーフェクトみたいなような意味ベクトルでしっかり学習できていることが分かります。まあ、ロックに関しても同様なので省略させていただきます。はい。で、もう少し詳細な評価をしてあげようということで、彼らはスタンフォードコンテキストアルワードシミュラリティーズというその SCWS というものを使って評価をしています。で、これは単語の
単語と単語の距離を、確か0から10までの、まあ、インテグラルな距離で表したものが含まれているんですね。例えばそのノウンとノウンであれば、まあ、あくまで一例ですけど、そのバナナとアップルの距離っていうのが、まあ、数字で書いてあって、で、まあ、バーブとバーブであればその動詞と動詞の距離が、まあ、書いてあるみたいなものがこうダーッと並んでいるんですね。まあ、というその、実験データを使って実際に評価を行いました。で、評価結果がこちらになっています。グローバルシミラリティっていうのが、まあ、いわゆるその通常のもう単語と単意味を気にしないで単語と単語の、距離をまあ評価してあげたもので、まあ、それ以外の部分についてが、まあ、ちょっとこう計算式を変えてもう意味的なベクトルを考慮した時の、値になっています。で、まあ、結果を見ると、まあ、グローバルシミにおいては、ノンパラメクトリック MSSG の300次元が最もいい値を出していて、で、意味的な、コンテキストを考慮した場合もそのノンパラメトリックな MSSG の300ディメンションとか、MSSG の300ディメンションっていうものが、まあ、一番高い数値を、まあ、記録していて、最終的に、まあ、彼らの提案したこの、マルチセンススキップグラムというものが、まあ、非常に高い精度を持つモデルであるということを、言っています。はい、以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。